ヤシロミサオヤシロミサオ明治24年4月2日は、日本の民法学者、明治法律学校の創立者の一人である、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナードの弟子。1884年藩自東用試験合格記念、写真1852年、越前国にて、鯖江藩士、松本伝語の三男として生まれる。署名は吉田。シ八百六十一年に、藩公新徳館で学び、 1869年10月、同伴し、八代純造の養子となった。1870年8月、高新生に選ばれて上京し、大学南校を経て、司法商法学校に進む。同校で知り合った、岸本達夫と宮城博史像は、ボアソナードの推挙により、フランスに留学したが、八代は、新入所生徒にも及び、 はさる成績のため留学も司法省への入省もできず、卒業後、自習者の設立に参画し、また、法律学校である、広報学者の幹事となる。やがて、フランスから帰国した岸本と宮城を広報学者の講師に招いたが、同社の内紛で学生の集団退学騒動が起きたため、岸本、宮城の両名ともに1881年1月に、 明治法律学校を創立した。1879年10月、元老院に報職し、刑法総案審査局雇いとなり、翌年陸軍刑法総案審査局と海軍刑法審査局も兼務した。1890年7月に、貴族院書記官同年9月に、貴族院理事課長となったが、1891年に39歳で死去。記事である。 サバ市のサバ資料館に共造が立つ、帝国議会貴族院の図、八代ロミサオ共造。ありがとうございます。